科医の平松です。今日はいただいた質問で、花粉症の市販薬どうなんでしょうかってご質問いただきました。結論から言うと、一般の市販薬はすごい効かないです。うん。一方で、スイッチ OTC とか OTC 薬品って言って、二類って言ってね、あの、薬剤師さんがいないと販売できないような、あの、花粉症の目薬っていうのが市販のであるんですよ。これは、まあ、ある程度効いてきますね。えー、っとですね、ザジテンっていうのの もともとはザジテンというお薬だったんだけど、まあ、それのスイッチ OCC といって、まあ、本当は処方薬だったのがあの、一般の薬局でも買えるようになったとか、まあ、そういうのは結構効果的かなというふうに思います。インターールの、うん、クロモグリク,グレクフェンだっけ、えー、グリチサンナトリウムだっけか。えー、っていうのは、 まあまあ、まあ、そんなには効かないかなっていうような印象ですね。で、花粉症の目薬って大きく分けて2つあって、1つは抗ヒースタミン薬。これが、かゆみをまさにし抑えてくれるお薬ね。あとは、ケミカルメディエーター抑制薬。これは、しっかりと元から抑えてくれるんだけど、その代わり、今かゆいって時にやっても、まあ、ちょっとなかなか効きづらいってところなんで、今かゆいって時は、 抗ヒスタミン薬をメインとして使っていただくというイメージを持っていただけるといいと思いますまあ、こんな感じでまあ、ちょっとした疑問質問も答えしてきますのでよろしければチャンネル登録そしてベルマークよろしくお願いします